ヨガジェ、This is a Futuro Konjigamba, タイポンです。ちょっと低気圧で体がだるいというか疲れがなんか抜けないというか何なんでしょうか。皆さんも体調にはお気をつけください。季節の変わり目なのかな。はい、ってことで本日ですね、最大88のベースヒーローアップグレード、ヒーロー格闘がまたやってきました。またじゃないか。これは初登場か。前回は87で、今回88に広がりましたということで、こちらをね、もちろん開封していきます。88だとね、結構ね広がるんですよね、夢が。じゃあちょっと見ていきましょうか。メンバーこんな感じなんですけども、一番高いのがディナタールかな。まあ、ディナタールめちゃめちゃ強そうで、アザールもいるからね。あとはこの人名前なんだっけな、わかんない。でもなんか能力的には結構かなり強そうだよね。これも88と、であとオコチャね、おこちゃんも筋トリッカー持ちで。あとスナイデルとかも当たんのか。やべ、これ熱くね、ここら辺当たったら。ちなみに88で一番安い人を探せ。リトマネンだな、28,000コイン。やばい、フィンランド来たら終わり。正直でもね、一番欲しいのはやっぱアザールかな。はい、これあと1個だけなんで。アザールなんて来たらどうしよう。ベルギーか、ベルギー寝顔発狂するわ。もうトレフカでもいいからね、完璧したいよ。でもね、振り返ってみたらね、今作割とね、金カードはね、なかなかいいやつは当たってるんだよね。超高額っていうのはないけど、まあぼちぼちいいやつは引かせていただいてますわ。ちゃんとスカットに刺さるようなね。今なんならトレフカスカットだからね。あ、いや、ネイマールだけ買ったか。ネイマール安かったから買ったんだけど、なんか確約系で完璧した記憶ってピックはあるんだよね。ピックはね、大五郎ロナウド引いたことあるんですよ、過去にね。あの時は泣いたね、本当に泣いてたね、リアル泣きしたってことなので、アザールさん来てください。それじゃあ最大88のベースヒーローパック引きます。レッツゴー、確約カモン、完璧来て。ガタイ、なんかガタイめちゃめちゃいいよ、むちゃくちゃガタイ。え、誰だ、キング、キングだっけ、キング、レドリー、レドリーキングじゃ、別の、違うか。あ、キングだ。え、待って、キング86だけど、結構高くなかったっけ。しかもセンターバックちょっと欲してたんだけど、予測プラスついてるよ。キング285,000コイン。来た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 。から、もうね、俺の中ではね、10万コイン、いや、20万コインいったらもう神引き認定なんで、20万コイン以上の選手。これは神引きです。よし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 。でかいでかい。しかもセンターバックっていうのはでかい。え、逆足4なんだ。マジか。ちょうどね、センターバック誰か欲しいなーみたいな思ってたよね。あ、レドリーキングでしか待ってたわ。なんかキングな、複数人いるから、ちょっと混ざるんよな。キングってあれなんだ、取ってのも一筋なんだね。めちゃめちゃかっこいいじゃん。予測プラス持ってるっていうね。これ強いんだよね。そしてディフェンダープラスプラス。ありがとうございます。よし、これね、てかなんならなんかセンターバック買おうかなって思ったら候補にいました。キング。最高。よし、マジで嬉しい、これは。まあ、欲を言えばね、もちろんもっともっと高額でね、いい選手はいると思うんですけど、まあ、それが欲しかったんですけど、個人的には大満足。よかったー。よかった。ってことで、皆さんね、素材に余裕がある方、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございます。配信の方もやってますので、配信もお越しください。また動画出します。バイ。